日本共産党衆議院議員の藤野康文さんからご発言をいただきます。皆さんご苦労様です。通常国会開会日にあたって共謀罪廃止に向けてこんなにたくさんの方がお集まりいただいたこと、本当に国会の中にいる人間の一人として心強いと思っております。やはり皆さんが今声を上げるということが非常に重要だなと思っております。来年度予算案でテロ対策、こういう名前の予算が増えてきている。中身を出せと言ってもなかなか出しません。彼らが今まさに共謀罪法を具体化しようとしているこの局面で、皆さんがこうやって声を上げられていることの意味は非常に大きいと思います。先ほど立憲民主党の大坂議員が発言されていましたけれども、大坂先生も鋭い質問を国会でされて重要な答弁も引き出しております。当時の金田法務大臣に大坂さんが一般人が対象になることはないですねと聞いたらないという、で大坂さんが重ねて 100% ないですかって聞いたら 100% ないですと法務大臣が言ったんです。だったらそれやらせようじゃないかと。どんな悪法ができてもその手足を縛っていく、大臣自身がこう言ったということも一つのきっかけにしながら、皆さんと共に私も引き続き廃止に向けて全力尽くしていきたいと思っております。そしてもう一点だけ、先の総選挙で私は強く感じたことなんですが、安倍総理が国難という言葉を使ったことであります。中身は少子高齢化とか、北朝鮮とか、本当に彼らが、取ってつけたように作ったんですが、あの時思ったのは、要するにこの政権はいろんなことを自分の都合のいいように本当にそういうふうに使うんだなってことを実感したんです。国難で、私がすぐに連想したのは国賊という言葉であります。戦前まさに治安維持法の下で国賊として多くの方が無実の罪で逮捕され拘禁され、時には命も落とした。国難という言葉と国賊という言葉の距離は私はそんなに遠くないんじゃないかと思っております。そういう政権だからであります。そういう政権が共謀罪を手にしている、この状態を何としても一日も早く変えていく、なくしていくために、私たち日本共産党も多くの皆さん、市民の皆さん、そして野党の皆さんと力を合わせて全力尽くしていく決意申し上げまして、連帯のご挨拶いたします。共に頑張りましょう。